こんにちは、車が大好き、セイです。さて、登場と同時に大人気を博しているトヨタのカローラクロス、私も先日内装などをじっくりと見させていただきましたが、大きすぎない車体にそれでいて狭さを感じさせず、上質感のある内装、高さのたっぷりとある荷室と、あらゆる面で使い勝手がいい、ちょうどいいという表現がぴったりくる作りに驚いたものですが、試乗してみたら二度びっくり。高い静粛性によく動く足回り、結構大柄な車体なのにその重さを感じさせないほどの動力性能と、価格以上の満足感が得られる車でした。この車欲しいなってなったほどなんですね。そこで今回は街乗り、高速走行、峠走行の3つの区間に分けて、このカローラクロスの乗り味をじっくりとお伝えしていきます。では行ってみましょう。なお、今回の動画はトヨタカローラ大分本店の協力で撮影させていただきました。こちらのお店では広い展示スペースを生かして、たくさんの試乗車や展示車が用意されているので、興味のある方は気軽に立ち寄ってみてください。ではまずは街乗りの感想からお聞きいただきましょう。はい、では今回はこの登場と同時に一気に大人気となっているカローラクロス、この車を今から試乗していきます。さあ、これ楽しみだったんで結構ワクワクなんですよね。はい、ミラーとか大丈夫ですね。では出発します。とりあえず乗り心地、まだ動き始めたばっかりですけど、なんか全体的にタイヤとか滑らかだなって印象がありますね。おお、加速もいい、なんて言うんでしょう、強烈な加速というわけではなく、今道路に出たわけですが、すごい滑らかに自然に出ていきました。これ気持ちいいですね。あ、すごい。おお、そして今モーターだけで動いてるんですけど、やっぱ静かですね。以前カローラツーリングも試乗しましたが、なんかその時以上に静かなように感じます。ちょっとこの辺の記憶ちょっと曖昧なんですが、なんかそんな風に感じますね。そしてミラーもでかいんで見やすいですね。視界も良好です。やっぱりこの SUV 視点が高いんで本当に見晴らしがいい。サイドウィンドウのそばにある三角窓、ここの部分樹脂パーツで埋まってる車っていうのも多いんですが、このカローラクロスはちゃんとここも窓ガラスになってるんで、この部分が見えるっていうだけでかなり違ってきますね。周囲の確認のしやすさが全然違います。この三角窓越しに停止線のこう位置を確認できたりするんですよね。そしてさっきからなかなかエンジンかかりませんね。今ちょうど発進加速で、さすがに今エンジンがかかりましたが、なんか割とすぐエンジン止まってモーターだけで動いてくれますね。シートも適度な反力があって、これなかなか座り心地がいいですね。それにしても車内静かですね。ほう、交差点でも今左折したんですけど、すごいフラットって感じでしたね。車体が全然ぶれない。やっぱカローラスポーツなんかで感じてた時と同じ安定性の良さっていうんですかね、フラットな乗り心地をこのカローラクロスでも感じられますね。
もちろんカローラスポーツの方がずっと車高が低くて着座位置も低いのですごい安定感があったんですが、なんて言えばいいんでしょうね、この背の高さからイメージする左右のロール、これがないですね。今すごいフラットでした。はあ、よくできてるな。あとモーターのトルクもなんかなかなかあるなって感じですね。こういったあまり速度の出ない渋滞路でちょっと前に出るなんていう時、全くエンジンかかりませんね。さすがに前の車が素早く出ていったんでそれについていこうってするとエンジンがかかるんですが、飛ばさずにゆったり走ってる分にはなかなかこれエンジンかかりませんね。今40キロ、時速40キロ超えてるのにまだモーターで走ってます。あ、今エンジンかかったけど静かですね。今走ってる舗装路はまあ別段高機能舗装っていう静粛性の高いアスファルトではないんですが、それを差し引いてもエンジンがいつかかったか止まったかが意識してないとわからないですね。感じ取ってやろうって意識しててようやくわかるといった感じです。うん、やっぱり発進加速の時にはエンジン結構回すんで、その時の振動というか音がわずかに耳に届いてくるんですが、それ以外の時ですね、こうやって普通に走行中、だんだんとバッテリーの残量が少なくなってきて、ちょっとエンジンがかかった、充電のためにかかったっていう時、こういう時に全然いつかかったかがわかんないですね。車線変更のするときに隣の車の流れに合わせるためにちょっと加速したいなんていうとき、楽々スッと前に出ますね。全然もどかしさがありません。なんか本当これ意外に感じるんですが、ハリアーハイブリッドに乗ってたときよりも警戒感がありますね。このアクセルの操作に対する反応が素早いというか、踏み込んだ割にスッと前に出てくれる、出だしが早いっていうんですかね、そういった思い通りに動いてくれる感覚があって気持ちいいですね。いや、優秀だなこれ。実は私の妹がヤリスクロスを購入しまして、まあずっとこれまでペーパードライバーだったということもあって、今その運転に付き合って何度も何度もヤリスクロスに乗ってるんですね。なのでその感覚からいくと、やはりエンジンがかかった時の音、これ明らかにこのカローラクロスの方が小さいです。ただハリアーほどかっていうとそこには一歩届かないといった感じでしょうか。まあハリアーは逆に驚くほど静かでしたからね。満足感が得られるほどのすごい高級感、それがハリアーにはあったわけですが、そこには届かないというだけであって、決して不快とかなんかこの騒音が気になるってのは一切ないんですよね。本当に絶妙なラインついてますねこの車。本当に不満らしい不満が出てこないですね。すごいな。そんなすごいことを300万円を切る値段でやってきてるんですからね、恐れ入ります。本当にうん、今コンビニの駐車場から幹線道路に出たんですが、その道路に出る時の段差ですね、そこ結構今段差大きいところをわざと通ったんですが、思いのほか足がよく動きますね。もちろん全くこう左右に振られないというわけではないんですが、ガタンガタンっていう振動もあります。ただあれ、思いのほか足がよく動くなという印象ですね。
ガタンガタンとなるものの結構フラットに車体を保ってくれてる、そんな感覚です。あとちょっと気になったのが止まる直前ですね。もう止まる前からエンジンが止まるんで、そうするとクリープ現象で前に進もうとしていた力が急になくなって、その分さらに制動力が急に強まったような感覚になって、滑らかに最後まで綺麗に止まるというのがちょっと難しいなというのはありますね。うん、やっぱりそうですね。ごく低速域になったところでもうエンジンが止まるんですかね。急にカクンと急に制動力が強まります。交差点で右左折する時の左後ろの確認、これもしやすいですね。窓が思った以上に大きくて、しかも後ろの方まで伸びてるんで死角が少なくて安心です。リアウィンドウに関してはこれちょっと人によって意見が分かれそうですね。横幅はたっぷりあるんですが上下幅はやや狭め、特にこの窓の下の部分、上寄りの配置になっているので、ちょっとやや後ろを覗き込むような形で見ることになるので、これがちょっと見づらいと感じるか別に気にならないってなるか、ちょっと意見が分かれそうなところではありますね。今比較的流れの速い幹線道路を通ってるんですが、周囲を走ってる車の音、これが気になりませんね。もちろん音が聞こえてこないわけではないんですが、すぐ隣をトラックが走っててもうるさいなぁと感じることがないですね。そしてちょっとうねりとか凹凸、まあデコボコのあるとこですね、そういったところを走行してるんですが、これがまた体が揺れませんね。車体自体の揺れが少ないっていうのもありますし、あとはシートのホールド性がいいんですよね。私の体格だとこのサイドサポートと脇腹の間ですね、若干の隙間があるんで、サイドサポートでキュッと体を固定されてるというわけではないんですが、それにもかかわらず体がグラグラしませんね。背もたれが少し湾曲してくれてるおかげでしょうか。それにしても運転楽ですね。これは楽だ。これ完全に個人的な感覚なんですが、私としてはこれハリアーよりもこのカローラクロスの方が好みですね。もちろんハリアーは車内も静かで、しかも車体もでっかい分ゆったりとした乗り味なんですが、やっぱりちょっとあの車幅の広さ、車体の大きさでちょっと気を使う部分があったんですよね。それがこのカローラクロスではないんで、程よい大きさですね。本当全てがちょうどいい、その当たり前が心地いい、嬉しい、そういったコンセプトの車と聞いてるんですが、まさしくそれですね。大きすぎないって大事ですね。まあもちろん以前ランクルに乗った時ばっかでかいなって車だったのに、すごい乗りやすかった、その車幅感覚がつかみやすいんで運転が意外と苦にならなかったというのはいうお話をしましたが、あのデカさを感じさせないという意味ですごく乗りやすいと表現したわけですが、もうこのカローラクロスならそもそものサイズが程よいので乗りやすいですね。今自動車専用道路に入りました。ここは制限速度が時速70キロから80キロとなっていて、結構アップダウンも激しいし、路面の凹凸もとかうねりですね、そういったものが結構至る所にある道路なので、ここで高速走行時の安定性などを見ていきたいと思います。そしてまずいきなり上り坂なんですが、またこれ楽に登っていきますね。アクセル全然こう踏み込んでないんですよね。ちょっとこう速度調整するために軽くアクセルを踏みましたという程度で、スイーッと速度を落とさずにそのまんま登ってくれます。
すごい楽ですね、これ。本当この車体のサイズの割にこのエンジンとモーターのこのトルクがしっかりあって余裕のある走りをしてくれてます。これがいいですね。結構排気量小さめの車でも、あの車体がここ結構大きめのやつ、そういった車に乗ってる時ってアクセル踏み込む量が多くなりますよね。でそうなるとなんかこう緊張感が増すんですよね。右足もアクセルを奥の方に踏み込みながらの運転となるんで、微妙になんかこう運転姿勢が取りづらいというか、リラックスしづらいっていうのがあるんですが、このカローラクロスに関しては軽く踏んでるだけなんで、変に力まずに済むっていうんですかね。おかげで楽ですね。モーターのアシスト力もなかなか良くって、時速75キロで走行していても平坦な道であればモーターだけで走ってくれますね。ちょっと加速力どんなものか試してみましょう。少し速度控えめにして、であえて上り坂でフルスロットル。おお意外とパワーありますね。あ、どんどん上っていく。あ、すごい楽。すっごい楽ですね、これ。上り坂楽々加速していきますよ、これ。これ気持ちいいな。段差やうねりを乗り越えた時のその後の車体の揺れの収まり、これもいいですね。あ、ちょうど今段差が見えてきたんですが、こういったところ今は比較的小さな段差だったんですが、ガタ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 って続くとこだったんですね。そういったとこでも車体がフラットですね。ガタガタって振動は伝わってくるものの、体が全然左右に振られません。この安定性も見事ですね。今ちょうど路面にうねりのあるところを通ってるんですが、こういったうねりや段差を乗り越えた後、車体の揺れの収まりがいいんですよね。いつまでも揺れが続くことなく、段差を乗り越えた後そのままスッと車体の揺れが収まります。これ気持ちいいな、本当に。車内の静粛性も見事ですね。風切り音もほとんど、耳を澄ませるとようやく入ってくるといった程度で、これもやっぱりロードノイズなんかが小さいからこそようやく聞こえてくるという感じですね。この静粛性の高さ見事です。隣の人との会話も問題ないし、何か音楽をかけてても普通に楽しめるレベルですね、これ。あとこのシートなかなかホールド性が高いですね。サイドサポートもがっつりとこれ前に出てて、しかもこれしっかり硬いんで、カーブでも体ちゃんとこう支えてくれるんですね。あとはこのシート比較的幅広となっていて、私の体格でとちょうどこの脇腹とそれからこのサイドサポートの間、手のひら1枚分くらいの隙間があるんですね。でもだからといって街乗りとか、あるいはこういった高速走行中体がグラグラと揺れるっていうのがないですね。全体的にこの背もたれもわずかに湾曲しているので、体の収まりがいい。それとこのちょうど背もたれの部分、あの布地になっているわけですが、適度な摩擦力があって体がこうズルズルと動きにくいんですよね。これも相まって体が本当安定してますね。それでいてこの肩の部分、ここはあの本側になってるんですけど、ここが今度は逆に適度にこう動いてくれるんで、肩の動きの邪魔をしないんですよね。ハンドル操作するときにこうなんか突っ張るとか引っかかるみたいな感覚がなくて動かしやすいです。足の方も同様ですね。お尻の当たる部分は布地になっていて、ここも適度な摩擦力があるんですが、
こっちももの当たる部分、ここも本革になってるんで、こう足がズボンとかがこう突っ張って動かしづらいというのがないんで、アクセルやブレーキの操作をするときに足が動かしやすいですね。いや、よく考えて作られてますね。ステアリングも素直だし、視界も良好だし、エンジンのパワーも必要十分、一切不足を感じないんですよね。で、それら全部が合わさって心地いいですね。何度も言ってますけどね、本当に。いや、乗りやすいな。これでちょっと山口の友達のところまで遊びに行きたいぐらいですね。余裕で行けますね、これなら。本当にちょうどいい。いや、本当絶妙な作り込みですね、これ。いやー、これ本当いい、欲しいな。ではここで、クルーズコントロールですね、これを試してみましょう。この車レーントレーシングアシストも備わっているので、ハンドルが今もう自動でちょっと車線に合わせてこうクッと力を入れてくれてますね。最近の他のトヨタ車と同様にちゃんと車線の中央をビタッと捉えてくれますね。あ、楽ですこれ。今峠道に入りました。ここからは結構左右にくねくねとしたルートが続いてて、勾配も結構急なところなんですね。なのでここでこの峠道での走行性能、そういったものを見ていきたいと思います。そしてですね、今早速この左右にくねくねと触れてるわけですが、ここでちょっとハンドルに、ステアリングに違和感を感じています。これは走行支援機能のこの、車線逸脱防止機能ですね、これが働いてて、時折ハンドルが軽くなったり重くなったりといった、そういった違和感が感じられてます。車はあくまでも車線を逸脱しないようにと支援してくれてるわけですが、それがこうドライバーである私との意思に反する動きになってたりして、急にそのステアリングが重くなったり軽くなったりということで、それが逆に違和感に感じて運転しづらく感じる部分がありますね。なのでこういう時はもうこれ、この運転支援機能をオフにした方がいいでしょうね。そうすればそういった違和感は消えます。がぜんそっちの方がこう気持ちよくも走れますね。そして、結構急勾配に入ってきたわけですが、ここでも別段力不足というのは感じないですね。圧倒的なトルクでぐいぐい登っていってくれるぜみたいな、そういった力強さがあるわけじゃないんですが、アクセルを踏み込んでもなかなか進んでいかないといったものがもどかしさ、あるいは力不足というものも感じませんね。実に安定してます。ではここからドライブモードをパワーに切り替えてみます。お、エンジンの回転数が高めになりましたね。そしてモーターのアシストも強くなったように感じます。あ、断然楽だ。今また勾配きついとこ入ったんですが、さっきと違って今度は楽々登っていきます。あ、すごい、こんな変わるんですね。でもなんかエンジンがめっちゃ頑張ってますみたいなけたたましい音も立てないですね。あ、楽々だこれ。え、こんなパワー出るんですね。いや、すごっ。これ峠楽しいですね。あ、そうそう、この峠楽しいといえばこのコーナーで車体が全然左右にロールしないんですよね。すごくフラットです。めちゃくちゃ走りやすい。結構高めの速度でコーナーに入っていっても何の不安もなくスーッと抜けていくんですよね。コーナーの途中でこう車体がフラフラするとか、左右どちらかにこうちょっとずれていくみたいな、
アンダーとかオーバーみたいな、そういった特性も出てこないですね。いや、本当に思った通りの方に曲がってくれてます。気持ちいいです。はあ、こんな楽しいんだな。あ、ただ一点このシートの幅広なのが影響してるんですかね。このまずサイドサポート、これはがっつり前に出てきてくれてるし、しかもなかなか頑丈なのでコーナーでちゃんと体支えてくれるんですが、脇腹とサイドサポートの間に少し隙間があるんですよね。なのでちょっとこう体が当たるまで、サイドサポートに当たるまで少し体が動いてしまう、そこでちょっと体がグラグラするように感じるという部分がありますね。ただこれはあくまでもこのカローラクロスがよく曲がってくれるがゆえなんですよね。それがゆえにこの体がどうしても遠心力で左右に振られて、揺れが、というか体が大きくぶれるように感じるわけですね。誤解のないように言っておきますと、シートのホールド性自体はなかなか良好です。なので街乗りとか高速走行時にはこう体の座りっていうんですかね、収まりが良くなくてぐらぐら体が揺れて落ち着かないとか、変に疲れるというのは全然ありませんでした。こういった峠を走ってるから、しかも車の性能がいいがゆえに感じる体のグラグラ感というやつですね。もう一段階しっかりホールドしてくれる車に乗りたいという気持ちもあるんですが、その辺は GR スポーツなどのスポーツブランドですね、そっちの車でよりホールド性の高いシートを取り付けた車が出てくれるのを期待したいところですね。確かもう GR スポーツ自体はもう海外では出てるんじゃなかったですかね。そっちの仕様がシートとかもよりホールド性高いものになってたら嬉しいですね。そしたらこう私のようにちょっとこう気持ちよく軽快に峠を走りたいなんて人にはぴったりの車になるでしょうね。それでいて荷物も乗るし、後部座席も広いしで、誰が乗っても不満のない車になりますよね。はあ、いいなあ、ほんとしっかりしてるこれ。あ、もう峠終わっちゃった。もう登りきっちゃった。まだ楽しみたかったですねこれ。今度は下りに入りました。下りでも車の安定性いいですね。例えばこの右カーブでは左前の方がこう沈み込んで車体がグラグラするとか、そういった不安定さ、頼りなさっていうのが全然ないですね。ちゃんと前輪が踏ん張ってくれてて、車体がこう変にこう沈み込まない、フロント側が沈み込まずに走ってくれてて楽ですね。まあ、最近の SUV 全体にも言えることだとは思うんですが、背が高いのに本当に安定してて乗りやすいですね。優秀だな。車が安定してるし大きすぎないんで、やっぱり不安がないですね。こういった峠道走ってても丁寧に丁寧に走って車線をはみ出さないようにっていう、そういった緊張感を持たずに運転できるんで楽ですね。これ疲れないですね。さて、ここまでこのトヨタのカローラクロスをじっくりと試乗してきましたが、まとめとしましては、意外なほどの動力性能によく動き安定性も高い足回りを備えているので、単純に運転するのが楽しいし、シートの座り心地も良く、車内の静粛性も高いので、これといった不満点がなく、長く付き合える車だなと思いました。これぞまさしくカローラですね。おそらく長期間にわたって高い人気を維持し続けるんじゃないでしょうか。さて、今回の動画は以上で終わりとなります。いかがでしたでしょうか。お
面白かったよとか役に立ったよという方は、よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。